ジョーカー、こっちだ。また渋谷って、そっか、体が消えた時、いたんだよね。やっぱり、まだ誰も異変を自覚できないままみたいね。見ろ、今抜けてきた扉。これは確か、開かずの独房。そう、独房の正体は、歪みに飲み込まれたベルベットルームだったってわけさ。そういえば、この中で生まれたって言ってたものね。待てよ。ってことは、中にいる最も危険な滞在人って、俺ら、つうか、要はこいつだったってことかよ。ジョーカーは多分、ずっと前から悪神の邪悪な誘惑を受け続けていたんだ。本来、人間の精神を育むための存在だったベルベットルームが乗っ取られて、あの野郎の巣、メメントスの中に封じられてたってことさ。っていうか、モナ光ってる。記憶が戻って使命を全部思い出したからかもな。あれ、なんか光ってね。つうか、妙な格好のやついんぞ。あの格好、どっかで見覚えが。あ、怪盗団じゃないか。確か前に怪盗ビジョンにあんなシルエットが。怪盗団？ああ、あったあった。そういや怪盗団っていたな。前と違う。私たちは見えてる。でも全員じゃないみたい。大勢いる中のほんの一握り。まさかモナの光のおかげか。でも怪盗団って思い出してくれたのよ。希望の鍵。モナ、導いてくれ。俺たちはどこへ向かえばいい。あそこだ。あの神殿にさっきの野郎がいるはずだ。ヤバいやつが来る。
窪を抜け出ることはたわず、おとなしく牢へと戻れ。世を乱す者は等しくこの場で処刑する。乱してんのはそっちでしょ。反逆者には死を。こいつらに話は無駄だ。倒して突破するぞ。今の、なんだ？街が！何が起きてるんだ？やっと身の危険に気づいたか。おっせんだよ！これだけはっきり目の前にあるのに、危険が迫るまで気づけないなんて。これからもっと大変なことになるぞ。街の機能は全部止まってる。今は騒いでられるだけまだマシってもんだ。これでもまだ人任せのやつなんて、さすがに面倒見きれないよ。とにかく神殿へ向かうぞ。
者ども、これ以上は進ませぬ。こいつも倒すぞ。怪盗団の存在が目に入れば気づく人だって増えるはずだ。望むところです。よし。ゼニャー主に代わって、主の言葉に耳を傾けなさい。やるわ。抵抗しても同じこと。私に戦う意志はありません。お戻りなさい。これ以上はあなた方自身の命を縮めるだけ。万人としてではなく、慈悲の心で進言しているのです。慈悲？笑えるな。慈悲のある奴は世界をこんな風にしねえし、はあ、あくまでも刃を持って向かってくるというのですね。仕方ありません。私も己が子供らの不始末の責任を取るとしましょう。我的汗巾。
意を示せメリコリウス。やるな。よし、始末だ。走行に加わるな。よし、レベルアップ。だ、誰か！俺の連れを知らねえか！さっきまで隣にいたのに。本当なの？そこで人が消えたんだって。誰でもいい、助けてくれ。天使を次々と打ち滅ぼし、我が前にまで至るとは。その口ぶりじゃ足止め役もあんたで最後みたいね。己で望んだ支配者を己の刃で討ち取りに来るとは、なんと傲慢で救いがたき生き物よ。支配など誰もが望んでいるわけじゃない。自由でありたいか、多様さが愛しいか。ウヌラのような秩序を悪と叫ぶ跳ね返りを持て余し、人間は有史以来醜い争いをやめられない。ようやく今皆愚かさを認め支配を望んでいる。それを乱すウヌラのどこに正義がある。望みを何でも叶えてやるのが正義じゃねえだろ。それにこんな壊れた世界で牢に繋がれて生きてるなんて言えるかよ。道を間違っていたら目を覚まさせるべきです。己が信じた正義のためにはあまねく冒涜をも顧みぬか。もはや是非もなし。クイーンがダウン。なんとか拾うんだ。ルノ様は
神殿への道が開けたぞ。もう聖杯の思い通りにはさせねえ。行くぞ。ジョーカー。うん。やるか。